中国自国建造空母の山東空母がついに南シナ海での軍事演習を行ったとの情報をキャッチしました。今回は最近出てこなかった山東空母の軍事演習について詳しく見ていきますね。それにしても山東空母は本当に動いているのか、かなり使えないとの話が。およそ50秒弱の短いものではあるが、2022年8月24日に中国海軍は南シナ海方面において自国の航空母艦山東が軍事演習を行ったとする映像を公開し、同海を管轄する南部戦区では艦載機の発着艦訓練を行ったと述べている。公開された映像には航空母艦山東の中でブリーフィングを受ける戦闘機搭乗者とみられる兵の様子や、発艦、飛行する J-15 戦闘機の姿が収められており、南シナ海の軍事的な支配を示唆する内容に映る。中国は、南シナ海の大半が自国の領域であると主張して譲らず、周辺の台湾は、もとよりフィリピン、ベトナム等の国々との間でも、圧力を深めており、そうした周辺国に対する軍事力の誇示を目的とした行動なのだろう。今回の映像で主役を務めた航空母艦、山東は、中国海軍では、遼寧に続き、2019年に就役を果たした空母であり、中国が国産化を行った初めての記念すべき艦艇で、今の中国海軍の海洋進出を象徴するものとも言えよう。航空母艦、山東は、西側諸国の見る推定値ではあるが、基準排水量5万5000トン、満載排水量7万トン、全 308.5 メートル、全幅 38.0 メートルの大きさを誇る中型の航空母艦であり、機関部は、通常動力で、およそ30ノットの最大速力と見られている。山東は、この艦隊に、今回の映像でも登場していた J-15 戦闘機等の艦載機を、最大で50機から70機ほどは搭載可能と考えられており、同40機弱の練習用航空母艦とされる、遼寧よりも、航空攻撃能力を2割以上は向上させている模様だ。山東、遼寧、ともに、艦載機は、艦首のスキージャンプを使用して発艦し、着艦は、アレスティングワイヤーを用いるストバー、短距離離陸高速着艦方式の航空母艦であり、大元となった旧ソ連時代の流れを踏襲している。遼寧は、旧ソ連時代に、アドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦の、ワリャーグとして建造された艦艇だが、当時の旧ソ連から、現ロシアに至るまで、カタパルト方式の航空母艦は叶わず、ストバー方式であった。ただし、山東は、遼寧を、ベースに、同じストバー方式で建造されたものの、艦首のスキージャンプの勾配の角度は、前者が12度、後者が14度と、微妙に緩和されており、艦載機、そのものの運用能力が若干ではあるが改善されている。ストバー方式は、航空母艦の建造において、非常に難易度が高いとされるカタパルトを装備していない構造のため、艦艇そのものの建造に利点はあるが、やはり運用される艦載機の能力を最大限に引き出すことにはつながらない。これは、ストバー方式では、艦載機の物理的な機関部の推進力によって、発艦を行う必要があるゆえに避けられない事象であり、艦載機を軽くするために、燃料や兵装の搭載量には、おのずと制限が生じてしまうことを意味している。したがって、仮に艦載機が同じであったと仮定しても、ストバー方式とカタパルトを装備したカトバー方式とでは、艦載機の航続距離や兵装の搭載量が、後者が優れているため、航空攻撃能力としては、前者が不利であることは、言うまでもない。
そうした道理が明らかってあっても、カタパルトの製造そのものに高い技術力が求められることや、その射出に耐える艦載機の製造を行えなかった旧ソ連や現ロシアは、ストバー方式しか実用化できなかったというのが実情である。しかし、それらの系譜であったバギャーグを入手し独自に完成させて、遼寧とし、さらに、それをベースに3トンを建造した中国海軍だったが、今年2022年6月には、ついにカタパルトを用いるカトバー方式の復権を進水させた。しかも、この復権のカタパルトには、アメリカ海軍で、すら2017年に就役した最新鋭のジェラルド・ R ・フォード級にしか採用していない、電磁式のカタパルトを搭載すると、中国海軍は、世界に向けて発表を行っている。また、復権では、艦載機も、現行の3トンや遼寧で運用されていた J-15 戦闘機ではなく、そのカタパルト仕様の T 型や、これまでは輸出仕様と見られてきたステルス機 FC-31 の艦載機、バージョンも視野に入れているようだ。今のところ、復権が収益するのは、早く、とも2024年前後になると、予想されているため、未だ、中国海軍が、カトバー方式の航空母艦の運用を開始したとまでは言えないとはいえ、最盛期の旧ソ連や現ロシアを、この分野では越したことは、間違いない。すでに、中国海軍は、排水量的に、西側諸国では、巡洋艦にも分類される055型難小級ミサイル駆逐艦や、075型強襲揚陸艦等の大型の水上戦闘艦を、おのおの8隻を建造しようとしており、艦艇数ではアメリカ海軍をも超過している。こうした大型水上戦闘艦の驚異的な速度での建造と収益によって、中国海軍は、言うまでもなく、旧ソ連や現ロシアとは、比較にならないほどの海軍力を整えつつあり、アメリカ海軍も、局地的には優位を喪失しつつあるとも言われている。ただし留意しなければならないのは、今年正規してしまったロシア・ウクライナ戦争のような大国の正規軍同士による陸上戦闘すら地下年は稀であり、いわんや大型の水上戦闘艦同士が戦いに及ぶ可能性は非常に低い点だろう。未だ大型の原子力航空母艦としてミニッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級1隻の合計11隻を世界の海に展開可能なアメリカ軍であっても、実際に投入される状況は完全に自軍が制空権もしくは航空優勢を確保した場合のみだ。水上戦闘艦艦艇の中でも相対的に大型な航空母艦は今や近年飛躍的に射程距離を伸ばしている対艦ミサイルの脅威には正対できず、護衛のイージス艦等で防空能力を保持しているとはいえ、費用対効果では見合わない戦力にありつつある。現在航空母艦を保有している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インド等に限られているが、他の国々では、強襲揚陸艦等に F-35 ライトニング 2B 型を搭載することでより汎用的な用途への対応が期とされている。日本の出雲、片護衛艦も航空母艦かとは言うものの、どちらかといえば、これら強襲揚陸艦に準じた運用に近く、以後建造される航空機搭載型の護衛艦は、南西諸島防衛を鑑みた場合、より、その傾向を強めることが予想されるだろう。ただし、その場合に危惧されるのは、やはり、そうした強襲揚陸艦という、艦艇の種別を指し示す用語であり、すでに、今の時点でも、その響きが、
自衛隊の掲げる専守防衛という理念に反する攻撃的な性格を持った艦艇だと非難される構図だ。ロシア・ウクライナ戦争の発生を目の当たりにした現在においても、従来からの左派の残滓はもちろん、反米を掲げる右派すらも、日本の防衛をめぐる指針が定まりきらない現状を見るに、老婆心ながら不安を感じずに派にはいられない。中国海軍の山東をはじめとする航空母艦の収益は、日本にとって威嚇以外の効果は生まないと思う反面、長距離攻撃が可能な対艦ミサイルの開発と配備が進められることが前提にあることを抜きにしては、それは実現不可能と言えるだろう。